どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。ちょっとね、今日夜なんですよ、もう。まあ、今まで動画も撮ってたんですけど、まあ、作業しつつ。ちょ、眠いんですよね。眠いです!あ、でももうこれもう覚えたわ、俺。はい、クリエイターブースト中です。1週間で切れちゃうんですけど、もし応援してくれる方、ぜひとも、急遽、KIOKIO よろしくお願いします。最近の動画ですね、ずーっとですね、言うのを忘れまして、多分まあ、右かなんかテンプレートで僕作ったんですけど、全然言ってなくて、動画の最後に言うみたいな。誰も見てねえよ、みたいなね。ということで、皆さんね、バトルヒーラー、使ってますか？僕は、使ってます。ただ、なんかね、クラロワ TV でバトルヒーラーが消えたんですよ。え、だクラロワ TV って説明しますよ。一応世界ランキングこれ83位169位10位4位やべえなマジで。151位69位、もう世界のランカーの試合が出るんですよ。これマジ出てない、なんかすげえうさんくさい、マジこれマジだからみたいな感じになっちゃったけど、これマジで出てない。これ見てきますよ。ヒーラーないでしょ。これディガーバルーンファルチェのね、これないでしょ。はい、もうまあこれね、まあディガーバルーン対決かこれで。はい、これ僕マジで信じられなくて、エリゴレマジアチャー、ベビドラダクネ、これにヒーラー出た時ヒーラー入ってたなのに使われない、マジで。で、ラバ、おい聞いてますか皆さん、ラバハウンドヒーラー強かったよね。ね、いたんですよ。てか、なんかもうヒーラー全部のデッキに入ってた。で、全部のデッキで強かったっていうね、歴史あったのに。はい、こちら。はい。迫撃砲入ってません。はい。クロスボウ入ってません。これさ、めっちゃ面白そうなの。ヤムシさんのこのデッキ。めっちゃ面白そうなんだけど。キョスケロイジャイスパーキー。あれ、前使ったか。なんかまた使いたくなるな、これ。ちょっと後で使おう。ペッカーセンキュー。ペッカーにも入ってません。はい。ロイジャイ、はい。じゃあみんな全部上見て、上見て。ロイジャイ、あとなんかその、ユーノ枯渇みたいな。はい、クロス入ってません。ホグ入ってません。前とかさ、ホグヒーヒーラーとかマジみんなアホみたいに使ってたでしょ。ね？俺も使ってから。はい。で、三重子。三重子入ってないマスターか。三重子入ってないの。なぜ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 。三重子ヒーラーめっちゃ強いみたいな話題になってなかったっていう。あ、バルーン。ディガー入ってませんね。なんかもうすごいね、このデッキね。ジャイボーラーサンスペみたいな。ディガーバルーン。ディガーバルーンめっちゃ多いね。うまい人が使うとあれ止められないもんね。さ、ロイジャイ、迫撃。ゴレ、入ってません。ゴレヒーラーが強いとかさ、ゴーチャンネル言ってたよ。どうしたん？あ、やっときました。エリゴレヒーラー、マジアチャー、ライドラ。これ僕も使ってますね。これ僕も使ってます。いや、別になんか、俺も使ってるけど。なんか、俺知ってるけど。っていう感じじゃないです。っていう感じじゃないです。はい。そういうやつマジ友達なくすから気をつければいいよ。本当にね。いや、それ俺もやってるけど、みたいな。なんかプロ選手の何？ラッドさん？ラッドさんが何？そのプレイやった？いや、俺昔からやってた。知ってたし。それ知ってたし！それ絶対友達いなくなるからね。はい。気をつけましょう、皆さん。はい、これエリゴレね。エリゴレ。で、おいおい、もう、じゃあ上見てくださいね。はい、ラバ。ラバエリゴレ。エリゴレ入ってません。エリゴレライドラのヒーラー抜きバージョンが今流行ってます。まさかの。あれ、ヒーラー？どうした？マジで？逆にそんなことある？逆に一面で今んとこ一枚しか出てないよ。あ、終わった！これですよ。皆さん。まさかのヒーラー絶滅危惧種。なんか今すげえ良かったね。逃げるは恥だが役に立つみたいな。まさかのヒーラー絶滅危惧種。なんかかんだ。もう一回やらせてください。まさかのヒーラー絶滅危惧種。そういうことだよ。ということで今日はね、ヒーラー使っていきます。あ、本当に消えたんかと。ね。トップの争いで消えたんやったら、消えたんだったら、別に僕らの場所からも消えてる可能性はある。みんなトップを憧れてやるから。これ使ってくるじゃん。で、一回これ使って、次これ使うわ。ポン。はい。どんぐらい弱いのかね。はい。私見ますよ。私もね。あ、いやー、タワーレベル12です。さあ。倒れる住人いいんだけど、普通だったら嬉しいんですよ。トラゲだったら嬉しいんですけど、こういうなんか、本当に弱点したのみたいな動画ではなんか割と同格が出てきてほしいけど、エレビズザップ。よし。エレビズザップではないね。エレビズ、あなたもあなたもあなたもエレビズということは使っちゃいましたね、あなた。私、見てました。スパーキー、よろしく。いやー、そういうことですよ。エレビズ咲いちゃダメですよ。もしかして相手もスパーキーだと面白いけど、インタは。わかりました。わかりました。認めましょう。認めましょう。あなたの、インドラを。誰やねん。よー、今日は深夜テンションだわ。ごめん。よろしくと。よろしく。はい、ザップも使うと。結構ふんだんに使いますね、と。結構ふんだん系 YouTube。あー、これ、俺ね、フリーズバルキリーめっちゃ嫌だわ。僕体が知ってるもん。あ、フリーズバルキリー嫌だって。フリーズバルキリー、あ、嫌だって。エリバビーエリバービー岡村お前そんなところにいたのか最近見ないと思ってたらエリバービー岡村をさヒーラーが勝手に止めてるんじゃないあ、止めないふわーはーはーはーいい防衛したぞなんか謎のいい防衛エルビズなあエルビズねオッケーオッケーよしじゃあスパーキー行きますよ同じうわーこれもちょっとこれちょっとさすがにエルビズエルビズ財バイバイオッケー
あ、ザップ使いました。結構ふんだんに使ってきましたね。こちらはですね、そうですね、そしてそしたらスパーキを出させていただきたいと思うんですけども、スパーキ出させていただいてよろしく。ではあえてインタワーがズボンって立つと、まずはこう挨拶代わりにズボンって立つ。でズボン立たない、全然立たない。まあ立ちませんね。そしたら私はエリクサーゴリ、タラリンタラリリリンタラリンタラリ、あーすごい嫌ですね。それ結構嫌ですね。あーなるほどね。だからそれを待ってました。そのこれのあれを待ってました。いやでも待ってくれなさい。待ってくらはい、くらはい。これめっちゃいいんじゃないですか。いや、あ、これめっちゃいいんじゃ、いや、もうカメラアピールすんのやめますもん、私。はい。カメラを見んのやめました。私はね。なんでそんなファンキーなことある？あ、やばい！どこで何をしているのだろう？いやですね。15の僕には誰にも話せない悩み、あ、ほっと、あ、どうだ、あ、種がある、うんですよね。いや、これあるぞ、なんかあるぞ、あるぞ、あるぞ。あるある探検隊来た、あるある探検隊来ました。思ってる。ヒーラーは、いや、普通に強いと思う。ヒーラー、いや、待って、ヒーラー強いぞ。ヒーラーが強いのか、待って、エリゴレが強いのか、これは。もう一回行きましょうか。うん、今完全にエリゴレが強かった匂いしたよね、今ね。なんかあれおかしいな。じゃあオーブン、ちょ、ごめんなさい、なんか今日の多分動画でこれ多分出てると思うんですけど、これで行きます。はい、スパーキーをさ、入ってないデッキでどれだけ戦えるかみたいなの僕の課題なんですよ。うん、よろしく。やっぱり、なんかこうだから、あ、また、いや、だからそのさ、僕思うのは、じゃあ、キヨキヨさん戦うから、ね、キヨキヨさん戦うから、ちょっとロケット入れるのやめよう、みたいな人、絶対出てきちゃうはずなのよ。なんか、キヨキヨさん戦うとき空気読まないとか言われそうだよね、みたいな。それ嫌じゃん！お互いハッピーじゃないじゃん。それ嫌なんですよ。うん。とか、じゃあ、例えば、じゃあ僕とコラボしていただいた人が、ロケット入れるのはなんか草、みたいな。メタ、ガンメタで草、みたいな。別にさ、メタることはさ、俺、いいことじゃん。ベースとしては。うん。だってプロの世界でもさ、相手のデッキ読みっていうところからまあスタートしてるわけじゃないですか。だからなんかそこはね、なんかこうコラボしていただいた方にもすごいなんか気を使わせてしまう、うん、っていうのはあるんで、僕すごい嫌なんです。ダーン。それいや、ペッカ安っすね。ペッカ結構安っすね。あ、ペッカ結構安っすわ。結構細かい系がこのできないから、じゃあスパーキーをちゃんとあのこの人に、このペッカちゃんだよっていう人に当てていかないと、きつまみ申し上げますね。なるほど。うひょー。うわ、マジか。オッケーオッケーオッケー。オッケー、計算クソ。ペッカ出せ、後ろペッカ出せ、後ろペッカ出せ、後ろペッカ来い。絶対に出さないよね、そんなんね。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。この形、この形が強い。この形がマジで止められないから。うわ。うわ、やめてください。やめてください。いじめるのはいい加減に。いじめです、それは。やばいぞ。ちょっとやばいぞ。あ、だから、やばい。あれだ。俺、スパーキーデッキ使ってきなさ。なんかおかしいなと思ったんですよね。あ、なんかスパーキー出てこねえなと思ったら。そういうことか。なるほどね。わかりました。わかりました、わかりました、わかりました。なるほどね。まあ、そうだよね。わかるわかるわかる。わかるわかるわかる。わかる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 。すごいわかる。すごいわかるわかるわかる。本当にわかる。はい、いらっしゃい。オッケー。ファイブが嫌だな。自分とは何でいいよ。やばい。ここ落としきんないとまずい。あ、終わった。俺は最後の気持ちにかけるぞ。どこへ向かうべきか問いつづ、うわ、負けた。マジアチャ頼む、マジアチャのこのお前届け。
まあ今の超悔しい。だからさ、サジコブ選手がさ、あの、タワーランク、タワー HP さ、1の5しかあったじゃないですか。相手の選手からしたらもうめちゃめちゃ悔しいだろうね。じゃああの雪玉とかさ、途中の雪玉、タワー巻き込んでればみたいなことになるじゃん。いやーなんかだってもう僕今そうだったもんね。224残ってるそういう気持ちになってるからね今。1だからね。224倍ですからね、私の方が。ということで今日もご視聴ありがとうございました。そうですね。ちょっと悔しいね。ちょ、悔しい。かなり悔しい。まあ、ヒーラーは結構弱くなったのか強くなったのか。うん。まあ、ぜひともあの皆さんコメントで教えてください。はい。ということで今日もご視聴ありがとうございました。教育 YouTube チャンネル登録。こちらもポチ。そしておすすめ動画ありますんで、まだ見たいな動画ある方、ぜひともチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。